10分以内で出会えるのか。あっちかあっちなよね。マジでどこ？マジでどこ？これ無理っすね。誰や？誰がおる？誰かおるぞ。会ってやりますよ。あ、あいそうな感じねえな。どうもリトル関西でーす。お願いします。いや、いいね。まあ今回もロケですから。いや、楽しい。やってきました。せーの、遊園地。遊園地、この空間に入れるだけでなんか楽しくなれるね、ほんまに。うん、今回まあまあまあ、ただただ楽しむだけでももちろん遊園地取れ高もあるし、うん、楽しいもちろんですけど、いいですよ。まあ少し過酷と言ってはなんですけど、ちょっとメンバー愛というかメンバーの絆みたいなのを楽しめるミッション的な、そうそうそう、分かりやるちょっと企画みたいなのをちょっとしたいと思います。はい、題して西武園遊園地で10分以内で出会えるのか。10分はい。他のタレントさんでも、まあ、数々多分この企画やってる方いると思いますが、今回はこの西武園遊園地、まあ言ってもまあ狭くないから、そうね、そう、うん、10分やからね。10分、そう、だから10分でこの広さから5人だから最終的には1つになっとけたらいいってことや。うんうんうん、そう、ちょっと俺はでも作戦決めてるよ、もういいね。それはちょっと実行しようかと。じゃあそれぞれのちょっと作戦を使いつつ、はいはい、絆でね。そう、絆で5人、うん、心を一つにしましょう。そう、じゃあ企画やっていきましょう。レッツゴー。よっしゃ、みんな会おうね。また10分後。はい、はい、じゃあこれでいきます。はい、いきます。プーガムついてきてどうすんの。怖いって。これ、こけへんの。もう嫌やわ、この格好しょうも嫌い。怖すぎる。思ったよな。プーさん。何？頑張ろうね。プーさん探しに行くわ、最初。ああ、え、そんなクレックレすんの。え、ちょ、怖い怖い。そのあれ惑わすために自回りしてるだけみたいなやつ。おかしいな、ほぼその場やったんだっけ。え、通ってないって。戻ってんやん、これ。ヒラパーとかよりはでかいんですかね。ヒラパーよりでかいんかな。え、これ曲がったりします。途中曲がります。ずっとまっすぐ行ってる感じする。今ちょっと登ってる感覚はありますか。え、いや、はい、若干若干、若干、はい、みんなのスター性でどれだけ人を集めてるか、それで気づくし。怖っ。やば、音楽がせかしてる。あかん、全然何も分からへん。目隠しを取ってください。はい、いきます。スタート。マジでどこ？マジでどこ？え？え？何それ？そ、こっちもその園内ではあるんですか？は？取っていいですか？え、あそこあれ入り口？恥ずかしい。ずっと俺同じところをロチョロして。文句ワーキャー言ってたんや。最悪。じゃあすごい、これ買えんの。あ、ちゃう、あれや、そういうお金がいんねや、ここ用の。え、買えたんやけど、せっかくやったら。はい。あ、むしおい、どこやねんここ。え、なにこれ。え、もう、え、恥やん。はい、目隠しおります。ああ、明るい。あ、手塚治虫さんのなんか、え、どういうこと、手塚治虫ゾーンみたいなこと。あ、
そっか、あの集合ですね。集合します。はい。頑張って集合します。スタートします。では、よろしくお願いします。スタートしましょう。10分間です。はい。どこや、ほんまに。よっしゃ、行きまーす。どうですか、合いそうな感じは。合ってありますよ。あ、合いそうな感じねえな。待って、待っときゃいけるわって思ってた感じの場所と違いすぎる。待って、なんかとりあえず高台にいるってことは分かったから、一旦降りましょう。どこへ行ったらいいの、分からんって。作戦はですね、あの高いところに行って大声を出すんです。おーい、おいおい、あ、おいって言ってる。声でやってるやん、あいつら。コタローっぽい。あれは、あの声はコタローやぞ。おーい。この企画むず。なんかボケ方むずいな。どうしよう。いやもうどうしようって何もわからんから。俺だけ違う遊園地に連れてこられたみたいな。ないっすよ。怖っ。この感じがね、怖いんですよ。この異世界に来た感じが。まあ閉園時間近いから人がもう帰るから、こんな奥に残ってるやつが。いやでもこういうのって大体目印になるようなものが集合場所やと思うんで、あっちかあっちなんよね。あの塔なのか観覧車なのか。でも観覧車が近いんで観覧車目指します。誰かちょっと合わんこと。いや絶対ここじゃないな。ねえ、入り口よ。は、待って待って、多分こんなところじゃない気するな。でもみんなこのちょっと昭和感に惹かれてこの辺に来るみたいな。でも多いって言うってことはもう合流した可能性まであるっすね。誰かそんなわけもなく多分多いみたいな言うタイプの人間じゃないっすもん。多分僕が感じたコタちゃんやったら、コタちゃんやったらなおさら多分おったから多いっていう。あのヒントもないもん。あれ、お、え、え、誰や、誰がおる、誰かおるぞ、誰かおったやろ今。え、ねえ誰かおったよね。ちなみに今どこ向かってるつもりですか。いや、とりあえず歩いてるっす。なんかないかな。アトラクションも全くないとこに。で、大きいとこに出れば。あ、コタちゃん。おお、早っ。早っ。ほら、大きいとこから駅は見つかるんですよ。怖い、この階段。ないっすね。プーさんや。出会ってる。出会いの現場を目撃してしまう。やっほー、早かったね。マジで何もないところ。今あっちの方に西村さんの声聞こえてんけど。あっち行かん。オッケー。みたいな。おったよね。おい、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 あと2人や。イエーイ、イエーイ。なんで1人で騒いでたん。え、総北作戦。作戦ない。じゃあ大成功してるわ。俺スタート地点が、うん、
もうほんまここそこの距離みたいなとこ、うん、で俺ずっと多分ずっとこう連れ回されて同じ場所で、うん、ちょっと大声でもういつまで行くのどこまで連れてくと言ってね、うん、連れてかれてると思う、うん、パンって見上げたら女の子4、5人になって変な目で見られてるてください、あそこで3人一緒に見てる、トア以外の3人が一緒にいます。なんかできることないか、本日は普通そのそこ高台からちょっと見ますわ、なんも見えへん、なんも見えへん、待ってよやばいやばい、もう行けるやん、でも俺どうする、でもこれやっぱ高いとこ行くべきやったら高いとこから2人見つけたん、俺もそっちかそっちの観覧車かあの塔に行きたいなって思ってて、でも俺観覧車スタートやから、あ、そうなん、うん、誰もおらんかった、どこ目指す、確かに、え、いやでもこれバラける作戦もあるよ、捕まえてきて、あ、どっか決めるってこと、そう、でも10分やろ、え、これ近いって大丈夫かな、確かに、もっともっと上に上に行った方がいいかな、絶対に、あと3分やばいな、あと3分やって、あと3分やで、うわおい誰か頼む、一人は寂しい、待って、ルーク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 、やった、ルーク、もうあと時間ないから、多分じゃもう俺見つけてくるから、もうみんなあの観覧車の下のところで待ってる、え、そんな感じ、うん、もうちょっと俺探し、あと2分か、あと3分、じゃ俺多分、え、何人おる、何人おる、ふーさんとこだちゃん、あと誰、西村君、うん、え、じゃあもう行った方がいいんじゃん、大丈夫、なんでちょっとみんなか探されたら困る、観覧車の行き方知らんけど大丈夫かな、やばいぞこれ、俺これはもう歩いても無理や、3人で歩くも無理や、バラける1分でバー走って1分後ここ集合や、ここ、うん、1分後で1分後、ここ、ね、走れそっち、階段、そっち、階段上がれ、え、俺階段、あこれ無理っすね、やっぱ早く諦めれる人って賢いっすよね、トア、ルーク、トア、ルーク、え、誰、トア、観覧車、え、観覧車どこどこ、なんか声だけ聞こえたのに、あと2分です、あと2分、西村くん、え、違う人、違う人の声、観覧車来て、いやだからもうルークが西村君見つけてここ来てることを願いましょう、30秒です、おちょ合流すらできんから、すべて僕たちの負けですね、もう会えませんよ、いや2人が2人を見つけてくれてることにかけましょう、もう僕無理でした、10分でね2人見つけられたら上出来やと思う、ふーさん探しに行ったか、おった、おらん、終了、探しに行った、行ったよ、めっちゃ頑張りました、あ、そう、結果2人、結果3人やいい格乱できたな、でも僕も遠いとこにいりゃいい、あ、じゃあ俺はあった風にしといたらいいのか、誰か終了です、それはそう、まだあと5分ぐらいあったら、いや、これはね、これは俺ら頑張ったよ、俺ら頑張ったよ、あと何秒ですか、イエーイ、3人ご褒美
ほんまや。集まれたんすごないですか普通に。え、ここでご飯食べれるんですか。今は準備中なんや。もうちょっとゆっくり見たいな。一人俺ら3人見つけたで、2人で。え、2人で3人見つけたってことは5人見つけたの。3集まって。てか、この企画むずいな。むずいな、あのボケしろが。あ、怖い。ただ探してる時、あったー。4人集合さった印象や。俺トア探しに行ってもう一回。おい、トアだけやぞ。トアだけやで。ちょ、え、何？お前、ちょ待ってって。ちょ待って、うん、トアがまず言うわ、うん、ルークに残りまあ4分ぐらいの時に会って、ルークが小太郎とフーガは観覧車の下で待ってるから、うん、トアもそっちに行っといてって言われて。いや待ってないな。待ってはないな、常に動いてはいた。そこ会ってない。会ってない。お前会ってる感じだったよ。とりあえずあんまり良かれと思ってことしかしてない。嘘こいつ嘘を教えて。まあでもこの企画はルールもボケしろもむずかった。それはそうよ。まあ、わ楽しかった。なんでな。そうやな、トアがあるんや。結局楽しかった。いや楽しかったね、うん、今回も楽しかったですけど、もしかしたらもっと街中とかいろんな規模の大きめの場所でやるかもしれないので、皆さんぜひその時はまた見てください。はい、ということで以上リトル関西でした。ありがとう。西武園遊園地のアトラクションを体験しよう。ただのご褒美企画やな。はい、あ、なんか楽しいぞ。意外とだ。1回目はうわーっていう衝撃で、2回目は来るの分かってるけど楽しいっていう。はい、かまえちゃん、ちゃんとザ・ジェットコースターでしたね。場所変えてやります。あ、確かに。だからそのなんか地方でさ、それこそこの間福岡行ったけど、ああいう知らない場所、街でやったらおもろいんじゃない。逆にこれ大阪でやってもおもろいかもしれない。大阪でも行けるんじゃない、ね、知ってるからこそ水素怖い色々できると。これ、この企画でそんな振り幅あったんや。